G-Force は NVIDIA 社が設計開発しているグラフィックスプロセッシングユニットのブランド名である。同社のリーバシリーズの後継製品にあたり、1999年に発表された G-Force256 を最初に競合するアドバンストマイクロデバイセズのオレイディオンと共にパーソナルコンピュータにおけるグラフィックステクノロジーを先導している。 2020年9月現在の主力は G-Force GTX16 シリーズと G-Force RTX20.30 シリーズである。同社のグラフィックスアクセラレータ製品は G-Force シリーズをベースにノートパソコン向けに G-Force M シリーズワークステーション向けにオパングル処理性能を向上させたクアドロシリーズ、そして HPC 向けに倍精度不動小数点演算性能の強化や ECC 機構などを搭載したテスラシリーズを展開している。また、モバイル向けに ARM ベースの CPU と G-Horse ベースの GPU を搭載した統合型プロセッサー Pegra シリーズを展開している。対応する主なリアルタイム 3D グラフィックス API は DarkTex と Pangl だが、 主にダークテックスに最適化されている。汎用性や柔軟性を増したダークテックス10世代の統合型シェーダーアーキテクチャを搭載した G-Force 8シリーズが発表された2006年以降、NVIDIA は G-Force シリーズの GPU や、それから派生、発展させたチップを使った汎用コンピューティングのための統合開発環境技術の開発に注力している。 Windows 12に搭載される DarkTex 12に関しては、フェルミ i アーキテクチャ以降において API レベルでサポートされる機能レベルに関しては、チューリングアーキテクチャの RTX モデルとアンペ e アーキテクチャ以降かつ451.48ドライバー以降でフィーチャーレベル12をフルサポートするが、Maxwell 第2世代から p a s c アーキテクチャまで t u r i n アーキテクチャの GTX-MX モデルでは、フィーチャーレベル12-1、それ以前のフェルミアーキテクチャからマックスウェル第1、世代では、フィーチャーレベル11-0すなわち、ダークテックス11.0までの機能となる。詳しくは、EN、ダイレクト 3D および EN、フィーチャーレベルズインダイレクト 3D を参照のこと。オパンクルに関しては、 マックスウェルアーキテクチャ以降の465.89ドライバー以降でオパンクル3.0に対応している。それ以前のケプラーアーキテクチャでは350.12ドライバー以降でオパンクル1.2まで G-Force 8シリーズからフェルミアーキテクチャまではオパンクル1.1までの対応となる。オパングルに関してはフェルミアーキテクチャ以降の388.00。 ドライバー以降でオパングル4.6に対応している。それ以前の GForce 8シリーズからテスラアーキテクチャまではオパングル3.3までの対応となる。GForce 8シリーズ以降は、クダのほか、オパングルやダードコンピュートといったグップグップ API にも対応している。また、物理演算ライブラリーファスクスのハードウェアアクセラレーションにも対応している。ベルコンに関しては、 ケプラーアーキテクチャ以降でベルコン1.2に対応している。DSR に関してはフェルミアーキテクチャ以降の344.48ドライバー以降で対応している。ステレオ立体種を可能にする 3D ビジョンに関しては G-Force 8シリーズ以降の上位製品とフェルミアアーキテクチャ以降チューリングアーキテクチャまでで対応していたが425.31 ドライバーを最後にサポートが終了している。3 2ビット版の Windows に対してと、フェルミアアーキテクチャに対しては、共に2018年3月27日付の391.35をドライバーを最後にサポートが終了している。g f o r c e シリーズは、その名称から、ビデオチップの大まかな相対性能を知ることができる。なお、同数同指標の製品でもベンダーによって性能には、 異があるので導入の際には確認が必要である。2008年6月17日発表の GForce GTX200 シリーズより従来の GForce 4 Ti シリーズから使われていた命名規則が一新され2009年3月に発表されたリネーム製品である GForce 100シリーズにも導入されている。これまでの命名規則では最後に置かれていたモデル内の クラスを表すアルファベットの代わりに、シリーズ内のクラスを表すアルファベットを前に置き、続く3から4桁の数字のうち、上位から100の位まででシリーズを、末尾2桁と、数値零五相当の TI 負荷によって、シリーズ内の性能指標を表している。G-Force500 シリーズからは、性能向上に伴い従来の GTS クラスに、該当する製品が GTX クラスに吸収された。 G-Force 700シリーズから G-Force 20シリーズまでは、従来シリーズでの性能指標95、90に相当する製品として、命名規則の異なるタイタンが存在する。G-Force 30シリーズは、性能指標90のモデルもシングルチップである。2018年からは、GTX クラスの上位モデルを置き換える形で、RTX クラスも販売されている。 GTX260 ならば200シリーズのミドルレンジモデルとなる。G-Force 4 Ti シリーズから G-Force 9シリーズまでは1000の位でシリーズを100と10の位でシリーズ内の性能指標を末尾のアルファベットでモデル内のクラスを表している。9800GTX ならば9シリーズのハイエンドクラスの最上位モデルとなる。 G-Force 256カノーパス G-Force 256 DDR G-Force 256は NVIDIA が開発した G-Force シリーズ初の製品である。1999年8月31日発表。開発コードネームは NV10 同社のビデオチップ製品リーバシリーズの後継製品で DarkTex 7に対応。これまで CPU で ソフトウェア的に行っていた T&L 処理を実行する機能を備えており、NVIDIA は G-Horse 256を指して GPU という用語を提唱した。以後、業界全体でジオメトリエンジン搭載のグラフィックアクセラレータを GPU と呼ぶようになった。この製品では最大1 2 8イトまでのビデオメモリ容量を SDR のスタラムやスグラムに対応していたが、後に DDR に対応した。全世代のハイエンドリーバ TNT にウルトラと比較するとコアクロックやメモリクロックは低下しているもののリーバ TNT にの2倍の4パイプラインのレンダリングエンジン2機のジオメトリエンジンを搭載しており性能が大幅に向上した。またチップの集積トランジスタ数は2300万。 3D 計算能力は50グフラップス、製造プロセスが0.22マイクロメートルとなっている。当時、最大のライバルであった 3DFX に対し、事実上勝利したことを印象付けた製品でもある。G-Force 2シリーズ NVIDIA G-Force 2 GTS、G-Force 2 GTS G-Force 2 GTS は、G-Force シリーズの第二世代製品である。2000年4月25日発表。 開発コードネームは NV15GForce256 に改良を加え、テクセルフィルレートは1ギガテクセル毎秒を突破。製品に与えられた GTS とはギガテクセルシェーダーを意味している。あとに GForce2GTS のコア、メモリクロックを向上させた GForce2Ultra、メモリクロックのみ向上させた GForce2Pro が発売された。 もともと、NV15 は設計段階からメモリクロック 400MHz に対応していたが GForce に GTS 発売時にはクロックが 333MHz のメモリしか調達できなかったためスペック的に制限がかかっていた製造プロセスは0.18マイクロメートル集積トランジスタ数は2500万となっている GForce に MXNVIDIA GForce に MX 400GForce 2MX は GForce 2シリーズの連鎖製品である。GForce 256の製造プロセスルールを0.18マイクロメートルに微細化したもの。パイプラインを2つ減らし、メモリバスを半分に抑えることによってコストを抑えている。性能的には全世代のハイエンドグラフィックスカードである GForce 256とほぼ同じであり、人気を集めた。 派生として G-Force2MX200 と G-Force2MX400 が発売された。G-Force2MX の対応メモリは64か1 2 8ビットの SDR メモリ、6 4ビットの DDR メモリであるが G-Force2MX200 は6 4ビットの SDR メモリのみ、G-Force2MX400 は1 2 8ビットの SDR メモリ、 6 4ビットの DDR メモリに対応している。G-Force 2Ti G-Force 2Ti は G-Force 3シリーズ発売後に G-Force チタニウムシリーズとして発売された廉化製品である。G-Force 2ウルトラを置き換える製品であるが、スペックはメモリクロック以外は同一のものである。性能もメモリクロック低下分だけ落ちる。G-Force 3シリーズカノーパス G-Force 3Ti 500。 G-Force 3シリーズは G-Force シリーズの第三世代製品である。2001年の2月に発表された。開発コードネームは NV20。バーテックスシェーダーピクセルシェーダーアンフィオネットフックスを搭載しダークテックス8に対応。最初に G-Force 3が発売され、その後 G-Force チタニウムシリーズとして G-Force 3 Ti500。 G-Force 3 t i 2 0 0が発売された。これらは G-Force 3のそれぞれ高クロック、低クロック版であり、オーバークロックすることで上位版とほぼ同じ性能となることから G-Force 3 t i 2 0 0が人気を集めた。製造プロセスは0.15マイクロメートル、集積トランジスタ数は5700万となっている。マイクロソフトのゲーム機 XBOX には、 G-Force 3相当の GPU を統合したチップセットが採用されている。G-Force 4シリーズ MSI G-Force 4 Ti 4800 G-Force 4 Ti G-Force 4 Ti は G-Force シリーズの第4世代製品である。2002年の2月に発表された。開発コードネームは NV25G-Force 3を大幅に改良した製品であり、アンチエイリアス機能が強化された。 人気オンラインゲーム、ファイナルファンタジークシーをプレイするために、手頃な価格ながら十分な性能を有していた、ローエンド製品 GForce 4 Ti 4200に人気が集中した。GForce 4 Ti 4800と GForce 4 Ti 4800SE はそれぞれ GForce 4 Ti 4600と GForce 4 Ti 4400を AGP8X に対応させた製品であり、 仕様では変化していない。製造プロセスは0.15マイクロメートル、集積トランジスタ数は6300万となっている。G-Force 4 MX G-Force 4 MX は G-Force 4世代の廉価版製品である。開発コードネームは NV17。製品名では G-Force 4シリーズの1製品であるが、コードネームは G-Force 2 MX の NV11 に次ぐものであり。 事実上 GForce2MX の改良版といった位置づけの製品である。GForce2MX と比べ、コアクロックとメモリクロックが引き上げられ、メモリバス幅も最大1 2 8ビットに拡張され、ライトスピードメモリ i アーキテクチャ2という GForce4 Ti シリーズにも採用されているビデオメモリの帯域幅をより効率よく使うための機能を搭載しているため、 G-Force に MX よりおよそ倍の性能になっている。また、製造プロセスが0.18マイクロメートルから0.15マイクロメートルに微細化したことにより、消費電力や発熱の低減もあった。しかし、G-Force4Ti シリーズとは違い、ダークテックス8の技術の一つである、プログラマブルシェーダーに対応しておらず、実質的にはダークテックス7世代のカードである。 G-Force 4MX シリーズは、AGP2.0 対応であったが、AGP3.0 対応の G-Force 4MX440AGP8X も販売された。また、メモリチップの容量の対応を増やした G-Force MX4000 という製品も発売された。この製品の命名規則は、他の G-Force 4MX シリーズと異なっており、 G-Force ーー 4Ti シリーズの命名規則を当てはめたものと推察できる。G-Force ーー FX シリーズ、G-Force ーー FX シリーズは G-Force ーーシリーズの第5世代製品である。発表は2002年の11月である。第5世代でありながら G-Force ーー5でなく G-Force ーー FX となっているのは買収した 3DFX の技術が導入されていることによる。ただし、 NVIDIA のドライバダウンロードサイトでは GForce 5FX という表記になっている。ベロへのプログラマブルシェーダーを搭載し、ダークテックス9に対応。NVIDIA 拡張としてダークテックス9.08をパングル2.1に対応する。特徴的なデザインとして、ピクセルシェーダーは非常に高いクロックで駆動する一機のみであり、シェーダーの演算結果を出力するロップも 全モデルで4本しかないという点が挙げられる。高速な1機のピクセルシェーダーの演算結果を4本のロップに順次流し込むというデザインはシェーダーユニットの動作やバスアクセスタイミングが全て同時に行われるわけではない点に着目している。従って最上位の 5900K から最下位の5200までピクセルパイプとしては全て4本である。 最上位の FX5900、5800系列は仮想8パイプ相当と交渉されているが、この数値が達成されるのはカラー Z 圧縮が最大限に効いた場合である。またダークテックス9.0では実質的に ATI がリファレンスデザインであり、これら実数バッファ、MRT、 ケセレータといった機能は ATI の GPU 自身でも実用にはほとんど使われなかったが実数フォーマットに関しては FX でもハード的にサポートしているとコメントしつつ対応ドライバーを出すことはなかった結局対応したのは後継製品の GForce6 が発売された後であり実数テクスチャのみ対応がなされたこの時期は NVIDIA の対応が非常に消極的だったため 商品サイクル終了まで FX は劣勢に立たされたままだった。商品としてはほとんど良い点がなかった FX であるが、シェーダーリソースの動的な管理、ピクセルシェーダーでのテクスチャの扱いにほぼ制限がない点、ダークテックス10で正式に導入された指数付き整数フォーマットをサポートしたなど、技術的には見るべき点もあった。この世代より、 GPU の消費電力の増大とともに、その冷却手段が課題となっていった。特に、ハイエンドモデル、さらに最初に発売される製品は、製造プロセスルールが一世代古いもので、ハイエンドとして発売されることから、発熱は巨大なものとなっている。その多大な発熱を処理するため、高性能製品には、大きな冷却機構を必要とするようになった。なお、5200、 5500シリーズが150 n m それ以外の製品では130 n m の製造プロセスで生産された。集積トランジスタ数は5200、5500が4500万、5600、5700が8000万、5800が1億2500万、5900、5950が1億3000万となっている。 Windows XP 用のデバイスドライバーはバージョン175.19でサポートが終了した。Windows Vista に関しては当初は対応が予定されていたが RTM 版用のバージョン96.85のベータドライバーが存在するのみ。なお、この Vista 用ベータドライバーはパフォーマンスが非常に低く、また細かいバグが残っているが、 FX ファミリーのサポートが終了したために更新予定はない。また、FX ファミリーの派生として PCI Express バスに対応した g f o r c e PCX シリーズも2004年2月18日に発表された。これは市場に出た初めての PCI Express 対応ビデオカードであるが AGP ネイティブ対応である g f o r c e FX に PCI Express 入っ スピードインターコネクトと呼ばれる、ブリッジチップを乗せることで、PCI Express バスに対応したものであり、PCI Express ネイティブ対応は、GForce 6シリーズからになる。GForce FX シリーズの製品 NVIDIA、GForce FX5500NVIDIA、GForce FX5800Ultra ProLink、GForce FX5900NVIDIA、 G-Force FX5950 ウルトラ G-Force 6シリーズ G-Force 6シリーズは G-Force シリーズの第6世代製品群である。2004年4月14日発表。スーパースカラーのプログラマブルシェーダーを搭載し、ダークテックス9及び拡張版の 9.0C に対応。PCI Express と AGP の両方に対応するアーキテクチャ。シェーダーを 動画再生支援に利用するパロビラを搭載。PCI Express 版のハイエンドモデルには2枚のビデオカードを特殊なブリッジコネクタで直結することで実現するマルチ GPU 技術3ローエンドモデルにはメインメモリの一部をベレムとして割り当て共有するターボキャッシュが搭載されている。製造プロセスは NV43 コア。 NV44 コアを採用した6200、6500、6600シリーズ、NV42 コアを採用した6800、XT は110ナノメートル、それ以外の6800シリーズは130ナノメートルプロセスとなっている。集積トランジスタ数は、NV40、NV45 コアが2億2200万、NV41、 NV42 コアが1億8600万、NV43 コアが1億4600万、NV44 コアが7700万となっている。NVIDIA は g f o c e 6シリーズのアーキテクチャ名をシナフックス3.0としている。ダークテックス9.0シートをパングル2.1に対応する。g f o c e 6シリーズの製品 g f o c e 6 2 0 0 ターボキャッシュギガバイト GFORSE 6600GT プニー GFORSE 6800GT NVIDIA GFORSE 6800ウルトラ GFORSE 7シリーズ GFORSE 7シリーズは GFORSE シリーズの第7世代製品群である2005年6月22日発表 GFORSE 6シリーズをもとに大幅な改良を施されワットあたりの性能が向上したまたこの世代の開発途中から 開発コードネームが NV 数字から G 数字に変更されている。製造プロセスは7600、7900シリーズ以降は90ナメートル、それ以外は110メートルとなっている。集積トランジスタ数は G70 は3億200万、G71 が2億7800万、G73 が1億7700万、G72 が1億1200万。 NVIDIA は g f o r c e 7シリーズのアーキテクチャ名をシナフックス4.0としている。ダークテックス9.0シートをパングル2.1に対応する。g f o r c e 7シリーズの製品ギは、ガバイト g f o r c e 7 6 0 0 g s NVIDIA g f o r c e 7 9 0 0 g x 2 NVIDIA g f o r c e 7 9 5 0 g x 2 g f o r c e 8シリーズ g f o r c e 8シリーズは g f o r c e シリーズの 第8世代製品群である。2006年11月9日に G-Force 8 8 0 0ファミリーを発表。全世代までピクセルシェーダーとバーテックスシェーダーに分離していたシェーダーユニットはストリーミングプロセッサに統合された。この統合型シェーダーユニットのことをユニファイドシェーダーと呼ぶ。 G8-0 コアの八千八百モデルは動画再生支援機能であるパロビダオが全世代で、ある g f o r 七シリーズと同じビデオプロセッサー一のサポートに止まり、g 8四コアや g 8六コア、G92 コアでは HD 動画再生支援を持つパロビダ v i d ハドビデオプロセッサー二がサポートされた。DarkTex10 s ー a d モデル四点零、クアンタム m e f f e HDCP などをサポート。 ダークテックス10.1の GPU の仮想化は、期待を。PCI Express 2.0に対応。G-Force 8シリーズの製品 NVIDIA G-Force 8800ウルトラ G80 世代において、リファレンスデザインではどれもにスロット専用型の、大型ファンを搭載している。2007年11月9日発表。G-Force 8シリーズのハイエンド向けモデル。 開発コードネームは八千八百 g t x などの初期のモデルは g 8 0八千八百 g t 以降のモデル G92 とされている。後発になる g f o r c e 八千八百 g t は六十五ナノメートルプロセス技術を採用して消費電力を下げたほかメモリバス幅が二百五十六ビットに削減され搭載可能なメモリ量が五百十二メガバイトに減ったものの コアクロックとシェーダークロックが向上している。さらに次世代 DVD の再生支援などを含むビデオプロセッサー2が実装されている。性能は同 GTX と同 GTS の中間ほどで従来のグレード表記の逆転が起きていた。リファレンスデザインでは発熱が減ったことで1スロットに収まるファンを搭載している。また2007年12月には PCI Express 2.0などに対応した新型 G-Force 8800GTS 512MB が発売され、蒸気の逆転現象は解消された。G-Force 9シリーズ G-Force 9シリーズは G-Force シリーズの第9世代製品群である。ダークテックス10.1には対応していない。デラックス10のアプリケーションが充実していないことや、 デラックス10.1の普及がまだ先との判断から実用上問題ないと判断されていた。回路幅が65ナノメートルのものと55ナノメートルのものがある。また、このシリーズには G-Force 8シリーズのリネーム品が多い。G-Force 9シリーズの製品 G-Force 100シリーズ。G-Force 100シリーズは G-Force 9シリーズのリネーム版とされている。て OEM 向けであり、 一般ユーザー向けには市販されていない。G-Force 100シリーズの製品 G-Force 200シリーズ。G-Force 200シリーズは2008年6月17日に発表された G-Force シリーズの第10世代製品群である。G-Force 8800以来1年半以上にわたり NVIDIA のハイエンドになってきた G8-090K コアの後継となるべく開発された。 開発コードは65ナノメートルのものは GT200、55ナノメートルのものは GT200 ビットもしくは GT206 と呼ばれる G-Force、テスラ第2世代の意味であるという。なお、これ以降、NVIDIA の GPU の命名規則が変更されたが、後日の GTS シリーズがリネーム品であったり、後発の買いモデルである、 GT シリーズのみ最新プロセスのコアを使用して、ダークテックス10.1への対応など、型番や製品ラインナップが GForce 9シリーズと同様に非常にわかりづらくなっている。GForce 200シリーズの製品 NVIDIA GForce GTX280 GForce 300シリーズ GForce 300シリーズは GForce 200シリーズのリネーム版とされている。すべて OEM 向けであり、 一般ユーザー向けには市販されていない。G-Force 300シリーズの製品 G-Force 400シリーズ G-Force 400シリーズは2010年3月27日に発表された G-Force シリーズの第11世代製品群である。NVIDIA のグラフィックスチップとしては初めて DarkTex11 に対応し、またグップグップへの最適化が進められた製品である。開発コードは GF100。これは G-Force フェルミ第一世代を意味する。ポイントオブビュー G-Force GTX 480 G-Force 500シリーズ G-Force 500シリーズは2010年11月9日に発表された G-Force シリーズの第12世代製品群である。フェルミ第二世代の GF11X コアを採用しているが、コアのアーキテクチャは 全世代とほぼ同じである。G-Force 600シリーズ G-Force 600シリーズは2012年3月22日に発表された G-Force シリーズの第13世代製品群である G-Force 500シリーズからアーキテクチャの大幅な刷新を行った。NVIDIA はケプラーアーキテクチャを管の転換点と位置づけており、電力あたりの性能に重きを置いた設計を 行っている。ケプラーアーキテクチャでは、ですら、フェルミ世代で採用された、シェーダークロック倍速機能を廃止し、フェルミアーキテクチャでは、GF100 コアと GF110 コアで32機、その他のコアで48機の管コアで SM 構成していたのに対し、ケプラーアーキテクチャでは192機の管コアで SMX を構成。 またフェルミプロセッサに比べパイプラインの段数が大幅に減少しており、プロセッサ内でハードウェア処理されていたスケジューリングの大半がソフトウェア処理に回った。パイプラインが浅くなったことにより、ラッチ回路が減少し、消費電力を大幅に押し下げる結果となった。なお、GK104 チップは、 汎用コンピューティング向けの機能をいくつか切り捨てており、特に倍精度不動小数点の演算性能は単精度の1、24となっている。そのため、倍精度対応が必要とされる分野には GK110 チップが対応することになる。その他、GForce GTX670 及び GTX680 は、 シャープの 4K 解像度ディスプレイ PNK321 における 3840X2160 ドットの 60Hz 映像伝送に対応するグラフィックスカードとして AMD Radion HD 7750HD 7970AMD Fire Pro W600W5000W8000NVIDIA GeForce GTX Titan 760 NVIDIA クアドロ K600、K5000 などと共に、シャープ公式の動作検証がなされている。G-Force GT600 シリーズ G-Force GT600 シリーズは、主にフェルミ世代の買いモデルのリネーム製品で構成され、ケプラーアーキテクチャを採用する製品は、G-Force GT641 製品のみだったが、2013年5月の GK208 コアの発表により、 ケプラーアーキテクチャを採用する製品が増加した。G-Force GTX600 シリーズ G-Force GTX600 シリーズは、ケプラーアーキテクチャを採用するミドルレンジから、ハイエンドクラスの2012年から2013年、前半の製品群である。GTX650Ti ブースト以上で、インテルターボブーストテクノロジーと非常に近い機能を有する。 GPU ブーストが搭載されている。GPU の消費電力が想定より低かった場合、想定電力に達するまで GPU コアクロックと GPU コア電圧を引き上げる機能である。GTX650Ti ブースト以上でディスプレイポート1.2出力端子を搭載し、4K モニターの 60Hz 表示に対応する。 G-Force 700シリーズ g f o r c GT700 シリーズ g f o r c GT700 シリーズは主にケプラーアーキテクチャを採用する G-Force 600シリーズの買いモデルに調整を加えたリネーム製品で構成されるが一部にフェルミ世代のリネーム製品も含まれる g f o r c GTX700 シリーズ g f o r c GTX700 シリーズはケプラーアーキテクチャまたは 1> 第1世代マックスウェルアーキテクチャを採用するミドルレンジからハイエンドクラスの2013年後半から2014年前半の製品群である。ケプラーアーキテクチャでは192機のクダコアで SMX を構成していたのに対し、マックスウェルアーキテクチャでは128機のクダコアで SMM を構成。128機のクダコアを4つのプロセッシングブロックに分割し、 32個の管コアごとにシンプルな制御ロジックを配置、L にキャッシュを大幅に増加させたことで、コアあたりのパフォーマンスが35%向上、電力効率は2倍になったという。GTX760 以上でディスプレイポート1.2出力端子を標準で搭載し、4K モニターの 60Hz 表示に対応する。GTX750Ti 以下では、 ディスプレイポート出力端子は標準で搭載されず HDMI1.24 出力で 4K モニターの 30Hz 表示までの対応となる。G-Force GTX Titan シリーズハイエンドの中でもさらに最上位クラスの製品ブランドとして G-Force GTX Titan シリーズが追加された。ただし製品世代としては G-Force GTX700 シリーズと同列である。 G-Force GTX Titan シリーズの GK110 コアの SMX の中には64機の倍精度演算ユニットも搭載されている。倍精度演算ユニットは GK104 コアの単精度演算ユニットによる倍精度演算の8分の1のクロック数で倍精度演算するがコアクロックの8分の1のクロック速度で動作している。 これを NVIDIA コントロールパネルの設定を変更することでコアと同クロックで動作させられるように変更できる。この倍精度不動小数点演算のフルスピードモード化機能を DP フルスピードモードと呼ぶ。ただし DP フルスピードモード時は消費電力が上がりコアクロックが抑えられるため実際の倍精度演算性能は理論値の8倍には届かない。 G-Force 600-700シリーズコア比較表 G-Force 600-700シリーズ系列図 G-Force 900シリーズ G-Force 900シリーズは第2世代マックスウェルアーキテクチャを採用するミドルレンジからハイエンドクラスの2014年後半から2015年の製品群である。第2世代マックスウェルアーキテクチャでは新たなメモリ圧縮技術を採用しメモリのアクセス効率が高まった。 ま、技術に対応。64ビットメモリコントローラ1機に対するロップユニットは8機から16機に変更された。GTX970 以上で VR をサポートする。HDMI2.0 出力端子1とディスプレイポート1.2出力端子3を搭載し、4画面の 4K モニタの 60Hz 表示に対応する。GForce シリーズ GForce シリーズは、 パスカルアーキテクチャを採用するロークラスからハイエンドクラスの2016年から2018年前半の製品群である。パスカルアーキテクチャでは16ナノメートルプロセス採用によって消費電力の増加を抑えながらコアクロックが大幅に引き上げられた。新開発された 3HB と呼ばれるブリッジを推奨3ウェイ、4ウェイの3構成は 推奨となっている75から1 5 0トの補助電源の供給方法は従来の6ピン2から8ピン1に変更された GTX 1060以上で VR をサポートする GTX 1080以上で新たなメモリ規格の GDDR5X メモリの採用によりメモリ帯域が向上している h d m i 2 0ビットやディスプレイポート1.4の最新のインターフェースに対応。アナログ映像信号出力は廃止された。GTX 1050、GTX 1050Ti の性能比較、GForce GTX 1070 Founders Edition、Ge、GForce 16シリーズ、GForce 20シリーズ、GForce GTX 16シリーズ、Ge、GForce GTX 16シリーズは、 チューリングアーキテクチャを採用するミドルレンジの2019年前反対の製品群である。3 2ビット版 OS ではドライバーがサポートされない。g f o r c e RTX20 シリーズ g f o r c e RTX20 シリーズはチューリングアーキテクチャを採用するハイクラスからウルトラハイエンドクラスの2018年後反対の製品群である。新しいスーパークレードは 無印とその上位モデルを示す TI の間に位置する。SM 内部にテンサーコアとレイトレッシングコアと呼ばれる新しい演算機が追加されており、ディープラーニングの高速化及びリアルタイムレイトレーシングのハードウェアアクセラレーションを実現している。また、新たなメモリ規格の GDDR6 メモリの採用によりメモリ帯域が向上している。 32bit 版 OS ではドライバーがサポートされない。NVIDIA Titan RTX シリーズ。NVIDIA Titan RTX シリーズは、チューリングアーキテクチャを採用する2018年後半体のフラグシップ製品である。製品世代としては GForce RTX20 シリーズと同列である。GForce 30シリーズ GForce RTX。 30シリーズ GForce RTX30 シリーズはアンペアーアーキテクチャを採用するハイクラスからウルトラハイエンドクラスの2020年後半対の製品群である。上位製品ではスタラムとして初となる4レベルパルス振幅変調を使用する GDDR6X 規格の採用によりメモリ帯域が向上している。また、 PCI Express 2.1から追加された CPU とベレムのアクセス容量制限をなくすリースイザベルバーにも対応している。RTX 3060は発売当初より対応 RTX 3060Ti 3070 3080 3090はファームウェアをアップデートすることで465.89ドライバー以降で対応する。 RTX3060Ti 3070 3080の初期出荷分と RTX 3090を除きイーサリアムのハッシュレートに制限がかかっている。2021年5月下旬以降に出荷される RTX 3060Ti 3070 3080のハッシュレート制限版は製品仕様にライトハッシュレートもしくは LHR が記載され、利用するには466.47ドライバー以降が必要となる。理由に関しては、自作パソコン2020年代前半を参照。g f o r c e 2号シリーズ g f o r c e 2号シリーズは G-Force シリーズの初代ノート PC 向け製品群である。g f o r c e 3号シリーズ g f o r c e 3号シリーズは G-Force シリーズの第に、 世代ノート PC 向け製品群である。G-Force 4-5シリーズ G-Force 4-5シリーズは G-Force シリーズの第3世代ノート PC 向け製品群である。G-Force FX-5 シリーズ G-Force FX-5 シリーズは G-Force シリーズの第4世代 PC ノート向け製品群である。ダークテックス級に対応。G-Force 5-6シリーズ G-Force 5-6シリーズは G-Force シリーズの 第5世代ノート PC 向け製品群である。G-Force 57シリーズ G-Force 57シリーズは G-Force シリーズの第6世代ノート PC 向け製品群である。G-Force 8M シリーズ G-Force 8M シリーズは G-Force シリーズの第7世代ノート PC 向け製品群である。名称がそれまでの G-Force 5から G-Force M に変更されたダークテックス10に対応。 G-Force QM シリーズ G-Force QM シリーズは G-Force シリーズの第8世代ノート PC 向け製品群である G-Force 100M シリーズ G-Force 100M シリーズは G-Force 100シリーズのノート PC 向け製品群である G-Force 200M シリーズ G-Force 200M シリーズは G-Force 200シリーズのノート PC 向け製品群である G-Force 300M シリーズ G-Force 300 M シリーズは G-Force 300シリーズのノート PC 向け製品群である。ダークテックス10.1に対応。G-Force 400M シリーズ G-Force 400M シリーズは G-Force 400シリーズのノート PC 向け製品群である。ダークテックス 12A-PI に対応。 G-Force 500M シリーズ G-Force 500M シリーズは G-Force 500シリーズのノート PC 向け製品群である。G-Force 600M シリーズ G-Force 600M シリーズは G-Force 600シリーズのノート PC 向け製品群である。フェルミアーキテクチャとケプラーアーキテクチャが混在する。G-Force 700M シリーズ G-Force 700M シリーズは G-Force 700シリーズのノート PC 向け製品群である。720M 以下を除き、ケプラーアーキテクチャとなった。G-Force 800M シリーズ G-Force 800M シリーズは、G-Force 700シリーズのノート PC 向け製品群である。フェルミから第一世代、マックスウェルまでの3世代のアーキテクチャが混在する。買いモデルにも、 MXM 企画品が存在するが、消費電力が高い。G-Force 900M シリーズ G-Force 900M シリーズは、G-Force 900シリーズのノート PC 向け製品群で、ある。ケプラーアーキテクチャから第2世代の、マックスウェルアーキテクチャまでが混在する。G-Force 10シリーズ、G-Force MX100、200、300シリーズ G-Force 10シリーズノート PC。 G-Force 10シリーズノート PC は G-Force 10シリーズのノート PC 向け製品群である。パスカルアーキテクチャを採用する。デスクトップ版に近い性能となり、製品名末尾のモバイルを示す M がなくなった。G-Force MX100 シリーズ G-Force MX100 シリーズは G-Force 10シリーズの低消費電力ノート PC 向け製品群である。 1> 第1世代マックスウェルアーキテクチャとパスカルアーキテクチャが混在する。G-Force MX200 シリーズ G-Force MX200 シリーズは G-Force MX100 シリーズの後継にあたる低消費電力ノート PC 向け製品群である。パスカルアーキテクチャを採用する。G-Force MX300 シリーズ G-Force MX300 シリーズは G-Force MX200 シリーズの後継にあたる低消費電力ノート PC 向け製品群である。パスカルアーキテクチャを採用する。G-Force 16-20シリーズ、G-Force MX400 シリーズ G-Force RTX20 シリーズゲーミングノート PC、G-Force RTX20 シリーズゲーミングノート PC は G-Force 20シリーズのノート PC 向け製品群である。 チューリングアーキテクチャを採用する。2019年1月8日に発表された G-Force GTX16 シリーズゲーミングノート PCG-Force GTX16 シリーズゲーミングノート PC は G-Force 16シリーズのノート PC 向け製品群である。チューリングアーキテクチャを採用する。2019年4月23日にデスクトップ版の GTX1650 の 発売と当時に発表された GForce MX400 シリーズ GForce MX400 シリーズは GForce MX300 シリーズの後継にあたる低消費電力ノート PC 向け製品群であるチューリングアーキテクチャを採用する GForce 30シリーズ GForce RTX 30シリーズラップトップスは GForce 30シリーズのノート PC 向け製品群である アンペアーアーキテクチャを採用する。2021年1月12日に発表された。ありがとうございます。